みなさんこんにちは、みのりんです。本日はですね、いつもとはちょっと違う場所にいるんですけども、今ね、舞浜のホテルにいます。そう、今日はね、ディズニーに行きたいと思います。ですが、普通のディズニーではありません。10月なのでハロウィンです。ディズニーはね、普段仮装してはいけないんですけど、ハロウィンの間だけ OK ということで、今日はね、ちょっとコスプレしていきたいと思います。では、私は何になったと思いますか？今日はですね、私はじゃじゃーん、はい、警察官です。あとこれをつければ完成というわけで、私はジュディ・ホップスとして行きたいと思います。もうね、ジュディ大好きですし、ズートピアめっちゃ見てるんで、ちっちゃくって頑張ってる姿がね、すごく大好きなので、で、なんかね、一番合うかなって思いました。ではね、早速行きたいと思います。ハロウィンはね、朝早く行かないとダメなので、早く行きましょう。はい、というわけでディズニーランドにやってきました。めっちゃいい天気で、今入り口にいるんですけども、はい、こちらいただきました。こちらはね、ハロウィンチケット限定のプレゼントです。ほら、ハロウィン2021年のバッグ、ポーチとしても使えますし、めっちゃ可愛い、嬉しい。開けるとこんな感じで、なんかね、ジッパーとかもたくさんあって、ポケットもたくさんあって、めっちゃ使いやすそう。お外を散歩するときとかぴったり。では、楽しんでいきたいと思います。はい、では中に入ってきました。どうですか？さっきね、ニックが歩いてました一緒にお写真撮りたい。で、あのですね、実はね、人参持ってきてたのに忘れちゃった。一緒に荷物預けちゃったので、ちょっと残念なんですけど、もうね、可愛いプリンセスや可愛いね、コスチュームがたくさん、めっちゃ楽しいというわけで、今日一日ハロウィン気分を味わうために、いろいろとハロウィンのものを食べたり、ハロウィン限定のものを楽しんでいきたいと思います。はい、早速なので今日はショーを見ていきたいと思います。ですね、さっきこっちの方エントリーできませんでした。なのでクラブマウスビート行きます。16時ぐらいがいいんですけど、どうでしょう、エントリー、今日はショーが見れないみたいです。残念。はい、今パレード待ちです。最前列で座れて満足です。で、今待っている最中なんですけど、まあ、今日私の誕生日なので、10月28日とこちらいただきました。おー、嬉しい。これはね、貼りたいと思います。どこに貼ろう真ん中かな。はい、貼りました。ではパレード待ちます。クレーンゲームして遊びます。これはね、この前やったので分かっています。まずこうやって動かして、狙いを定めて200円入れると、あ、全然違うところ行った。どうだ、ピッと掴んで、シールになっていて、 DIY でよく使うので、いくつかとちょっとゲットしたいと思います。どうだ、あれちょっと厳しい、あ、頑張れ、あ、全然違うところに来た、予測できなすぎ、
めっちゃ撮れた。すごい。かわいい。あ、ミニーちゃんとミッキー。ちょうどいい。まずまず、はい、というわけですっかりと夜になってしまいました。あー楽しかった。というわけで最後はお土産さんを見てハロウィンのものをチェックしてお家に帰りたいと思います。はい、ハロウィンの商品はこんな感じです。おー、たくさんありますね。こっち側にはカチューシャと帽子、ナイトメアビフォークリスマスですね。あ、マスクもあります。かわいい。一緒につけたいですね。で、こっち側に行くとお化けのミッキー、帽子かぶってる。で、ボールペン4本、いいお土産ですね。さらにはお皿とコップ。あ、これをたくさん買ってお家でね、ハロウィンパーティーとかしたい。絶対楽しい。あとはミッキーのぬいぐるみです。ハンドパペットだって。おちっちゃいお洋服があります。あ、残念、子供用ですね。100から120。かわいいけど着れません。その下にあるのがこちら。これはね、なんとネックレスなんです。光ってつけられるネックレス。お家のね、デコレーションとしても使えそうですね。で、さらにはこちら、マスコットキャラたちがかわいい。カバンとかにね、つけるとぴったりだと思います。今の季節はね、欲しい。もうハロウィン気分盛り上げていきたいですね。最後にはバスタオルです。あー、かわいい。どれにしようかな、ちょっと考えたいと思います。はい、というわけでお家に戻ってきました。もうハロウィンめっちゃ楽しめました。というわけで最後に2つだけハロウィンの商品を購入したのでご紹介したいと思います。ちなみにこちらも買いました。ハロウィン関係ないんですけども、かわいいでしょこれね、ほら、ここにね、ジッパーがあって、なんかドラえもんのポケットみたいに何か入れることができます。4次元ポケット付きです。こうやって閉めることもできますと。これでハロウィン行けちゃいますね。はい、というわけで今回購入したハロウィンの商品、まず1つ目はこちら。開けます。じゃじゃん。なんとですね、こちらネックレスです。光るネックレス。これを取ってこうかな。あ、ついたついた。こうするとハロウィン、夜暗くなった時にこちらをつけると最高だと思います。ですが今回私はね、こちらネックレスのためには購入していません。こうやったりして、まあ、後ろにね、飾ることができるので、ハロウィンの時期とかで今後飾ったりしたら楽しいかなと思ったので、あー、もう一つ買おうかなここね、ちょっと物足りない感が出るので、ちょっともう一つ購入検討します。と、こちらタオル、タオルも購入しました。じゃじゃん。おー、大きい。はい、柄はこんな感じです。ハロウィン、いいね。もうハロウィン感満載、超カラフル。私ディズニーのタオル大好きなんです。いや、大きいし使いやすいし、薄いのでなんか重くならない。なんかモフモフしたり大きすぎるタオルって私はちょっと苦手で、洗って乾燥するのもすごく時間かかっちゃうので、私はね、ディズニーのタオルがものすごく好きなんです。いい感じ。しかもその時のイベントのタオルとかがあると必ず買っちゃいます。お風呂から出た後に、あ、これはあの時のタオルだなって思いながら使うのが楽しいんですよね。2021年のハロウィンはジュディの格好していったなとか思い返すことができるのでいいんですよね。で、最後こちらはね、はい、プレゼント。これもね、ちゃんと見たいなと思ったので、こんな感じ。うんうんうん。でね、これ取ることもできるので、まあ、ポーチとしても使えますし、ここにジッパーがあって、ポケットがあって、ちょっとしたお散歩、ラビちゃんとのお散歩に使おうかな。2021年のハロウィン、めっちゃいい思い出でした。はい、というわけで皆さんいかがでしたか。まあ、なんとかハロウィンは行ったことがあるんですけど、ちゃんとコスプレしてまたね、違った楽しみ方ができたのですごく良かったです。もういろんな方にね、ジュディって声かけてもらいまして、あと途中から誕生日シールいただいたので、あ、ジュディ誕生日おめでとうみたいなめっちゃ声かけてくださる方がいて、あの、楽しかったです。またね、来年行けるの楽しみにしています。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。
あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。